みんなに笑顔を届けます、ホットチャンネル。おはようございます。今日の新上五島町です。今朝6時の朝散歩、まだ影響はないんですけど、台風が西寄りになってこの五島列島にも近づいてきてます。今日は台風に備えて早めの対策をしようと思います。さあ、新居も今日は大工さんが入ってます。で、台風に備えて急ピッチで雨戸を取り付けてくれてます。今日はお母ちゃんも休みなので、台風対策の買い物に行ってきます。で、ホットも散歩ができなくなるので、今日はちょっと多めに散歩してきます。さあ、今日もカーコたちは来ました。おはよう。さあ、今日も仲良く寝てる二人です。ホットは朝散歩して、満足状態。だーんと、ここにはコウメコーン。今日はみんなダラダラしてます。よし、今から夕方散歩行ってきます。今6時半。で、お家の仕上がり具合を見てそのまま海岸へ行ってきます。よし、行くぞ。さあ、昨日のセミも無事に飛び立ってます。鍵閉まっちゃおう。じゃあ、お邪魔します。いい床ができてるかもな。すごっ。ホットが選んだ滑らない床、すごっ。今床橋うまいな、すごいね。で、お邪魔します。ホット、ホットはまた外から見てます。すごっ。この柱も塗ると、何がすっと、これクロスも貼ってるの？柱に？壁、じゃ柱にっていうか壁になるけん。うん。あれはなんだ？すごい。なんかできてるぞ。今日は床ができてました。3分の2かな、これね。細かいもんね。お疲れ様でした。さあ、明日明後日台風が近づきそうです。今日の新上五島町でした。さあ、新築も雨戸を閉めて対策バッチリです。次の日になると台風の影響がだんだん出てます。今日の新上五島町です。新築中の家も心配なので覗いてみました。なんとか無事です。今一番台風の影響を受けてます。でも無事です。で、ホットは朝6時ぐらい、7時やったね、まだ風がひどくない時に散歩はしてます。で、ずっとこの状態。今日は室内遊び、
おやつはどっちでしょう。やる気満々のホットくん。今から父ちゃんと遊びます。ホットがやる気が出たら、おやつはどっちでしょう。どうしまーす。これやる気ないな、まだな。やってないな。団子たちはお出かけ中です。目は覚めましたか。何それ。おっと、暇な。じゃあお父ちゃんと遊ぶか。何それ、おしく行くじゃん。おしく行く。さあ、やる気スイッチが入ったので、今から遊びます。目覚めた。今日ホットくんが頑張るのはこのおやつ、マグロ味。これをかけて、おやつはどっちでしょう。やってみます。じゃあさっきのおやつを持ってきて。お、持ってきたか。シャーン、おすがり。はい、まずはどうか、食べてみるか。よし、よし、おいしい。だからこれをかけて、おやつはどっちでしょうしますよ。いいですか。はい、挨拶よろしくお願いします。よし。おさりしてる。おさりで。おさり。よし、おさりしてる。当たって。あれ、いい、待て。待て。おかわり。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張りましょう。まずはね。よし。よし。じゃあ、これするぞ。はい、ちゃんと座って。よし、押さえるよ。おいで。はい、じゃあ、押さえして。押さえして。よし、行くぞ。ちゃんと当ててよ。ね。どっち？正解。よし。あれかいじゃん。うまそう。マジか。音がうまそうじゃん。いくぞ。どっちでしょう。どっち。あら、匂い残っちゃった。ちょっと待ってよ。もう一回ね。ちゃんと匂い嗅いでよ。どっち。あら、なんで。じゃ休憩、ちょっと手を洗ってきます。待っとってよ。待っとって、手洗ってくるけんね、待ってよ。手洗ってきたけんな。いい、匂い嗅いでよ。あと匂い嗅いで。どっち。匂いが強烈なのかな。なんと見て。どっち。よかった。よし。よし。なんか怪しいね。
待ってよ。手洗ってきます。待っててよ。待っててよ。行くぞ。ね、当ててよちゃんとね。あと入会で。入会で。どっち？正解。よし。よし。おやつはどっちでしょうでした。よし。ひろとちゃん、財布はどうかな。さあ、我が家は何事もなく、台風は過ぎていきました。皆様、ご心配ありがとうございました。これから影響あるところもありますが、皆さんお気をつけてお過ごしください。今日も一日が終わります。ホットチャンネルでした。まったねー。いつも最後までご視聴ありがとうございます。新居も無傷で済みました。ということで、お父ちゃんは今から飲みます。